ブルーアイズ多すぎ。リュウです。ランク戦マジでブルーアイズしかいなくない？まあオルタナティブが配布されて、ストラクチャーが発売されましてですね、ブルーアイズ大環境となっているんですけれども、ランク戦ほんとなんか7割から8割 DSOD 会話っていうね、この環境ちょ、僕社会不適合者なんで、すぐイラつくんですけど、今一番イラついてるんですよね。性が多すぎて、ちょ、ほんと鬱陶しいから、持ってきました、これ持ってきました。彼をね、竜破壊の剣士バスターブレイダードラゴン族に、一家惨殺されている男、通称はね、このモンスターを使って相手のブルーアイズモンスターたちをひたすらにめった打ちしていきたい。で、ブルーアイズデッキ実はね、バスブレそんなに有利じゃないんですよ。なんでかっていうと、トラップカードが強いから、因果切断とかサンダーブレイクとか天罰とか摂理とかいっぱい入ってるでしょ。あのカードめちゃくちゃ強いんですよ。だからトラップカード封じないといけなくて、なんで今回はバスブレデッキにこの清掃とコズミックサイクルをガン積みして、因果切断とかサンダーブレイクをミリサ封じていくっていう、そういう、ギミックにしてきました。でですね、バスブレの、強いところはもちろん相手のモンスターパクれるっていうところなんで、要は DNA を入れなくてもいいんですよ、聖眼デッキだったら。だってドラゴンなんだから相手絶対ドラゴンなんだからいいんですよ、DNA しなくったって。だから DNA は全部抜きまして、もうね、聖眼以外のデッキへの勝率ガン無視です。聖眼だけを徹底的にメダルデッキ組んできたんで、早速ね、ぶちかましていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、また DSOD 海馬さん、脳死ブルーアイズなんでしょ、どうせ。あ、反応いいですね。さあ、カード1枚セット。あ、二伏せあるんすか。二伏せはちょっと嫌ですけどね。精査、あ、強かった。とりあえず、脳死コスミックサイクロン。で、因果切断かサンブレか知らんけど、狡猾強そう。危な。狡猾とかクソ危ねえカード入ってんじゃねえかよ。さあ、で、絶望のカード。セットさせていただいていいか。あー、サンブレではない。サンブレではないのはもうありがてえわ。あとは君がドラゴン族を出すまで、僕は君がドラゴン族を出すまで殴るのをやめない。殴ってないけど、ドローセンスローレベルで。さあ、破壊剣士の万竜を召喚。破壊剣士万竜のモンスター効果発動。何、そんなのやるな。太鼓の知らせいいだろう。これでもこれ融合しちゃっていいか。融合しちゃってよくて、で、融合しちゃうと、もうあの太鼓の白石ちゃんは本当に無とかす。ウィー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 。これってさ、ちょっと待って、あのさ、こいつってさ、どういう蘇生条件だっけ。バスターブレイダー入れた時だっけ。バスターブレイダー一体を、違うわ、バスターブレイダーが存在する場合か。なるほど、存在する場合破壊剣士カードを捨てて、特殊感ね、オッケー。さあ、太鼓の白石、買わせるもんならかわしてもらう。そう、因果切断めっちゃ来た。めっちゃ因果切断来たけど、はい、清掃。あっぶれあっぶれ。さあ、何もできなくなりましたよ。大丈夫ですか、海馬くん。ただちょっと俺もなんかアタッカーいないっていう問題ありますけどね。この竜破壊の剣士バスターブレイダーさんはダイレクトアタックができないというね、一応効果がありますんで、まあ、一応聖杯とか、ぶっかけると一応多分直接攻撃できるようには多分なると思うんだけど、まあ、いいや、そんなのどうでも。天才だった。破壊剣士の万竜を召喚。破壊剣士の万竜の効果を発動。さあ、破壊剣士融合を持ってください、加え。そして、破壊剣士の万竜の効果、自身をリードし、墓地より、蘇れ、バスターブレイダー。強すぎわろた。これか。カード1枚セット。バトルフェイズ。はい。さあ、もう絶望でしょうね。破壊剣士融合、ひたすらにバスターブレイダーがいるんで、相手ブルーアイズが出てきたら、破壊竜破壊の剣士バスターブレイダー3体とかいう地獄みたいなこともできます。で、こうして、さあ、なんかありますね。なんでしょうね。まあ、とりあえずあいつ蘇生するか。これな、
破壊剣カードを墓地に送ると蘇生できるんですよね、これね。で一応シンクロ召喚とかもできるみたいな。8で、でこれでバスタードラゴン出すみたいなね。バスタードラゴンがリンクスにはいない。バスタードラゴン欲しかったな。別にいいか、何もせんくてもいいか。このままバトルフェイズいっか。さあ、こいつのダイレクトを止めざるを得ない。止めざるを得ません。あーっと止められません。残念、開幕。ブルーアイズ多すぎだろ。何回ブルーアイズ当たんだよ。どんだけー、いかほどー。あの8割くらいブルーアイズですよね、ランク戦。今どうですか皆さん。ちょっとね、僕ねキング隊なんでね、ちょっと若干ね皆さんと環境もしかしたら違うかもしれないけど、なんかとりあえず青眼脳死で回してる人は多いね。もう青眼は飽きたんで、もう青眼をメダルに行く側に、私はスタンスチェンジをねしましたんで、破壊剣士の万竜を召喚。破壊剣士の万竜の効果を発動。さあ破壊剣士の万竜の効果によって破壊剣士融合を手札に加えるぜ。さあそしてカードを1枚セットして、これもうね万竜ビートですね。もう400ビートダウン400ビートダウンっていう、なんかほんと見たこともないビートダウン方法で、ちょっと相手に分からせたいと思います。トラップカードが、2枚あるんですけど、あれ踏みにちょっと行かないといけないんですけども、若干それきついってのありますね。一回相手に青眼か太鼓かなんか出さしてから、融合していきたいといったところで、ちなみになんですけども、一応弱点の話をしておくと、DNA 入ってないんで、ブルーアイズデッキにも一応ドラッグオンバーミリオンっていう、浅いしか、OK、ドラッグオンバーミリオンっていうモンスターじゃないですか。青木の、大丈夫そんなことしていいの、そんなことして、ね、大丈夫。出てきたら出すよ、さすがに。白キレイリュウ、はあ、白キレイリュウ、まあ除外するの鬱陶しいな。白キレイリュウの効果、破壊剣士融合発動相手のドラゴン族モンスターと俺様のバスターブレイダーで融合召喚。さあ考えております。さあ考えてる。変身しても意味がないことは分かってるだろ。やつとあなたと私で超融合。現れよ流派外の剣士バスタープレイダー強すぎか。いや最強カード引いた。で破壊剣士の万竜の効果を使って自身をリリースし、わっ強い、それは強い。でも青眼捨てるしかない。弱反動、クソサコイやん。反動セットエンド、一応ね霊竜で除外されてもいいように破壊剣士融合3枚入ってるんでね。破壊剣士融合3枚とかいうマジで殺意が高いデッキなんで、さあどうする、何もできないのか。おいカイバー、クソ天才か、俺天才だったわ。破壊剣士の万竜召喚、破壊剣士の万竜の効果発動。さあ絶望の3枚目の破壊剣士融合をサーチしていくぜ。どんだけ強い。そして破壊剣士の万竜の効果発動、自身をリリースし墓地より再び現れよバスターブレイダー。そしてバスターブレイダーでダイレクトアタックをかましていく。さあこれでひたすら3600を食らっていくか。サンダーブレイク。さあカードを1枚選択するか。禁じられた清掃の効果を発動。お前のサンダーブレイクが無効。でもライフ残ったやん。やったのか今。ライフ残ったぞ。やるなお前。勝てる女なら勝ってみろ。草生えるんご。これでこうしてで特殊してで効果使ってこうして回収してで、破壊剣竜破壊の証で回収して、ウェイいかんをセットしてバトル対戦ありがとうございました。ざまさあお相手の方、
これは正眼、たまにねスキル掘ってるから正眼って人見てる。弱っ、ハンドハンド弱っ、びっくりした。でもコズあるからね、一応ねこういう自己回避はできるんで、一応ギリギリ。まあただちょっとね、一発ね正眼とかのねダメージ食らうとね、なんかもうね、あのあれなんですよ、あのコズ打てないっていうのがあるんで、ね、ちょそれはねきついんですけどね。流派がやばやばいやん、これなんだよこの環境、バスターブレイダー環境じゃねえかよ。破壊剣士の万流召喚、強い、相手は強い、普通に相手はシンプルに強いで、破壊剣士融合、はい、これバスターブレイダー召喚されるときついな、これ普通にバスブレ召喚されると普通にきつい。シンプルにあのコズミックサイクロンがもう腐るから、破壊剣士融合、あ撃ってくるんだこれ。あーじゃあこうした方がいいのか、あえ待ってミスったか、あダメか、あこれ待って、万竜がもう1体いるとかなりやばいか。そうするとあでもそれでもドラゴンいないからワンキルはされないか。バスターブレイダー、あ普通に融合してくるのね、はい、融合してきた、了解、融合してきた、了解。先出しされても凶暴化の亀、やばいカード入ってんじゃん。ムキムキバスターブレイダー来た、やっば、何これ、何置きでもダイレクトできないよそれ、あなた知ってる効果、ダイレクトできないけど、どういうことこれ、どういうこと。それさ普通に正眼デッキに当たってもさ、これ因果切断1枚で分からせんじゃないの。うわーでもこれ竜魔道の守護者来ちゃったのきついけどな、これこれね、サーチ入んない、入れられないんですよね、もうなんか竜破壊の剣士先出しされると、あの万竜がドラゴンなんで、あ1000ダメージ受けていくか、ターン終了、おいこれあいつ一生このままだと死ぬんじゃないか、これ一生なんか相手これ1000ダメージ入って死ぬんじゃないか。竜破壊の証で圧縮していこう。破壊剣士融合をつびかない、つびいて、でもさ待って、冷静に考えたらさ、あいつ突破する手段俺なくね、あいつドラゴンじゃねえんだけど。ドローセンスローレベルやば、凶暴化の仮面の効果、これで、あ待って、これであれか、でもさ言うてさ、ミスラミスラってどういうこと、あそういうこと、やっばこのデッキ、嘘やん、ちょっと待ってっておい、ふざけんなよ、どういうこと。